My tune! My tune! ここで、まあ、フロントラインじゃなくて、EVP のところで交換しましたミニオンちょっとね、消すね。これが誰かは覚えてないです。まあ、後々出てくると思います、ね。じゃあ、ぼちぼち始めましょう。コバモモスさんとかじゃなくて、本日もよろしくお願いします。ようこの FOD、強くてニューゲームやっていきます。今日は、戦勝祝賀会、戦勝祝賀会だね。やっていいですか。前回は芝から始めて、で、木役の塔だったりとか、アシエンですね。アシエンがやって、で、石柄と防衛戦ですかね。で、まあ、今日はクリスタルブレイブの話になっていると思います。では、早速やっていきましょうか。とりあえず入ってみましょう。書いてあること一緒ですね。おそらく今日、申請も 2.5 まで終わると思います。で、装填に入っていくことになって、今日は軽めに売れる程度にしておこうかなと思って、でドラクエもやるんで、今日は軽めに。最初、祝賀会やってるっぽいですね。祝賀って書いてある。石があると防衛戦に対しては宿泊会です。モーさんとカズヤンイズナウリブストリーミングファイナルファンタジー14オンラインシャープ9 FF16 に向けて戦勝祝賀会物語は急展開し、そして第7世歴ストーリー2ひよこの FF14 PC 第133回強くてニューゲーム、OK、じゃあ始めましょう。祝賀は誰のため、そろそろ祝賀会の会場に向かう時間ね。ウルダー王家主催によるとイシュガールド防衛戦の戦勝祝賀会、そう、ね、限定的だったという、同盟だったが15年ぶりのイシュガールドの共闘だったんです。エウザ都市、軍名同盟に、イシュガールドを復帰させるため、これを機に各国が交流の場を設けておきながらというのは理解できるんだけど、正直なところ、この状況ではとてもお祝いする気分にはならない。確かにアシエンとの戦いにもイシュガールドとの関係に希望が見えた。私たちは前に進むことができる。でも未だ解決しない蛮族蛮神問題、さっきの不滅隊の不祥事やガルマル帝国の新たな動き、私たちはムーンブリダという大切な仲間を失った。そしてまだ、公にはなっていないけど、ウィルレッドさんの、不明瞭な死もある。そう。考えること、対応することはいっぱい残っているもの。だから出席を見送るつもりだったんだけど、この戦勝祝賀会は国家を挙げての行事。それに各国からの支援をしてもらっている以上、暁の組織としての顔を待って、さすがにこう取られなかったな。ごめんなさい。ありがとう、優しいね。ブレるなよ。各国の支援に回っていた賢人のみんなとは連絡がついて、現地で合流予定です。タタルさんとラミンには、連絡が取れないから、置き手紙をしていきましょう。会場で美味しいお菓子をいただいて、お土産にしないとね。タタルさん、参加できる。
お、リオールじゃん。よう、カーズ、清少宿泊会、うまい酒を飲めるっていうのに浮かない顔してるな。どうしたんだ？ウィルレットの件ですか。なんだと、ウィルレットの野郎がクソ、すでに消されてたってわけか。実は俺もあれから独自調査を進めていたんだ。そして第一分隊と第三分隊に流れてたからなんで、よくつきても。これっすよね、これ。もう一番これ気になるところですね。独立系新教協会、堂々通称。だがこいつは、巧妙に隠蔽された幽霊協会でな。実際には攻撃なんかしちゃいけなかった。そして、いくつも似たような、幽霊紹介を経営し、たどり着いたのがミラージュトラスト。そう、サカッシュ、共和派の、オス、テレジャーデイジの、財閥。クリスタルブレイブは特定の個人も、あるいは組織からの影響力を排除するため、義援金に上限を設けている。つまり、第一分隊と第三分隊は正規の義援金以外に、テレジャーデイジからの裏金が流れていたこと。テレジャーデイジが絡んでますよね、クリスタルブレイブは。なるほどね。ウィルレット、もう戦争って言ってたんで、まあ、何かしら起きますよね。この件に関わる何かを知っていたため、消された可能性が高い。とはいえ、テレジャーデイジにしても本気で調査されバレることくらいは分かってたのでは、なぜこんなこと。消されるってくらいだから、相当きな臭い話ですよね。まだ見落としてることにはありそうだ。奴のウィルレットの死を無駄にしないために、絶対犯人を見つけ出して落とし前をつけさせてやる。そして、テレジャーデイジとつるんでいた連中も、クリスタルブレイブから根こそぎ排除してやるから。カーズ、あんたは英雄として目をつけられている存在だ。ウルダーに行くならくれぐれも気をつけてくれよ。今やウルダーは、陰謀を渦巻く最前線だ。帝国問題は、まあ、そもそも解決して、まあ、よくはなってんのに。こっちの問題は、最低ぞ。今はウルダーが一番最低。まあ、帝国は一時的にあれですよね。一定とか呼んでる段階ですけど。なんか行くか。一定問題も、あれですね。ロアンです。ロアンの、退治したことで解決した。まあ、どっかでまた帝国は出てくると思うんです。これは成長した。泣きたくない人が増えてしまっている。さっきからピクピクしちゃって、倒れない。お、あの人形、人型は尾行か、いや、ただの通行人。あんだけ女性陣が保ってました。三 3分。心の3分とチャラいっすから。来てくれたのか。もう少しだけ時間がある。モーディさんね。はい。で、念の、音伝の先に持つ。それじゃあ私たちは先に会場に入ってる。クイックサンデー要件を済ましたらあなたも来てちょうだい。モーディさんによろしくな。なんでその最後にサークレットにモーディさんに気使った。まあ、そっか、サンクやったらウルダハ担当ですもんね。よく考えたら。だから気まずいっていう流れ。ナンパした女性たちがいっぱいいますね。アリアーヌさん、いたね。食事来た時に頼まれたよ。千代座の裏にあるおまじな、鉱山、鉄道車の無人駅に来てほしい。ほうほう。
アリオンさんって第四分隊ですよね。第四分隊だから、ウィルレット関連のなんかを渡してくるっていうのがあるんですか。まあ、ちょっと行ってみないとわからないですね。いや、もうこれ終わったらともクライマックスじゃない。無人駅と。周囲にあれあの姿はないようだ。いつまでたってもアリアナは来ない。足元に光る何かを見つけた。小さな輝き。アリア、君はこんなとこで何をしてるんだよ。起きた。ローレンティス。毎回。こいつには告げねえ方がいいと。アリアナと待ち合わせだって、彼女の姿で見かけてないけどな。ほら、例の戦勝士学会からの絡みで言うと、特別警戒だとか、ウラウ周辺の見回りに駆り出されちゃった。さっきからずっと巡回巡回また巡回さ。まあ、アリアナが来たら君のことは伝えておく。それよりも君はウラウに戻った方がいいんだよ。もちもち戦勝士学会の時間だよ。ああ、いいな、宿泊会。俺も見回りなんか切り上げて美味しいものを食べに行きたいよ。やっぱこいつ怪しいっすよね。こいつは帝国に売ってたやつですから一度裏切ったやつは二度裏切るっていう流れですか。電話したのはデージャーデージかな。カサガン様、申し訳ありません。この戦勝祝賀会で、私はこの国を、ウルオーチを捨てることになります。歴史ある王家を、守備の結果に終わらせてしまう不徳。どうか、どうか、お許しください。ビデオ流れのセットです。あれ、上松さんのビデオですね。もともとは旧 FF14 で、ウルダハの、あれですね、こういうとこの BGM があの BGM でした。うわ、もう、ウルダハ名曲だなって思って、この辺で見上げしてました。現金やか何かを入れるためのコンビ。フィジガールド戦勝士とか、あ、これが最後ですね。成長そこで待っているから、向かう前に寄っていってちょうだい。すまんな、そちにも迷惑をかける。いえ、
すべては七尾陛下のお決めになられたこと。私のような者のことまでご配慮くださり、ありがたく存じます。では、英雄殿をお迎えに行ってまいります。よろしく頼む。頼む。始まってます。ずいぶんと盛大ね。ご苦労だったね。聞いたわよ。アイメリク卿が先の防衛戦の礼も兼ね、正式に国交回復に向けて本国に働きかけるらしいじゃない。うん。あなたの努力が実ったのね。おめでとう、アルフィノ。ありがとう、ミンフィリア。アイメリク卿をウルダ派の国賓として迎えてもらうことができたのは、ひとえに君たちの協力があったからこそだ。これでエオルゼア都市軍事同盟の再結集に向けて一歩前進したよ。それにイシュガルドとの国交が回復すれば交易路も広がる。第七零歳の復興が一段落して落ち込み始めていた経済にも良い刺激になるだろう。我々の活躍でエオルゼアには良い風が吹き始めた。あとはアウトロー戦区の問題が一刻も早く解決することを祈るだけだ。フロンティア計画ですね。各国の名士たちの考えはわかる。だが私の考えでエオルゼアを導いてみせるさ。ところで我らが英雄殿はどうした？姿が見えないようだが。クイックサンドのモモディさんのところに行っているわ。重い用事でなければそろそろ来る頃だと思うけど。うん、他長いんでトイレ寄ってから行きますね。
じゃあ行きましょう。七尾様がお会いしたいって言ってます。で、これで、展開するのでカットシーン、あ、ここ長いんで、行きましょう。かなり長いです。あのセリフ初めて出ましたね。入れ。失礼いたします。急な呼び出しによく来てくれたな。なんで冒険者だけ呼んだんですかね。運動を守りきれたようで安心しました。コートの方は大丈夫だったのでしょうか。ええ、多少の被害は出ましたが問題ありません。これもひとえに皆様方のお力があってこそ。それはよかった。イシュガルドも我々と同じエオルゼアの一部、こういう時こそ協力せねばなりません。これも政治というのか。七尾女王陛下がいらしてから改めてご挨拶をと思っていたのですが、こたびの防衛戦へのご助力誠に感謝いたします。私はこれを機にコートの大神門を開くことを強行芸家に進言するつもりです。真にエオルゼを一つにするために。ユユハセの、わかった。うん。どうかしたの？いや、大したことはない。少し席を外すよ。どうした？何か警備の問題でも？何が起きたか見せないんだね。第三分隊ですね、いいやつ。下がってよいぞ。承知いたしました。失礼いたします。あ、もう有名なシーンです。わざわざ来てもらったのは他でもない。そなたに伝えておきたいことがあってな。わらわはウルダハ王朝に幕を下ろすつもりじゃ。知っての通り、今のウルダハは混沌の渦中にある。祭り事が正常に機能せず、国の宝である民が一番の被害を受けているようなありさまじゃ。うん。わらわはこの混乱を消し去るために
この戦勝祝賀会の場で王朝の終焉を宣言する。なるほど、このタイミングなんですね。これによってウルダハは王のものでも不赦のものでもない民のものとして生まれ変わる新時代のウルダハの幕開けとなるのじゃ。だが国は大きく揺れる。ラウバーン一人の力では行き詰まる時も来よう。そなたに頼みがある。どうかラウバーンを支えてやってほしい。これは他の誰でもない、いくつもの戦いをくぐり抜けてきた真の英雄であるそなたにしか頼めないことなのじゃ。わらわのわがままを引き受けてくれたことを感謝するぞ。よかった、本当によかった。これで気がかりがなくなった。これからもよろしく頼むぞ、英雄だな。ああ、飲んじゃいました。な、七も陛下。すごい起き上がったね、デージャーデージャー。貴様が七門陛下を。いや、お前でしょ。この部屋には七門陛下と貴様しかおらん。言い逃れはできんぞ。あの酒を持ったのは次女ですよ。次女は絡んでんです。者ども、こやつを拘束しろ。女王陛下の暗殺犯だ。それかも次女が組む前にも仕込んでたか。こっちはこっちかね。一部の者を除く暁関係者の確保が完了しました。レブランストールの石の家も制圧済みです。こっちもレッテージャーです。どういうことだ。どうもこうもご覧の通りです。総帥、こんな声、すべてはエオルゼアのためにこんな声してたんだよ、この顔で。
暁を全部捕まえてどういうつもりなんでしょうね。何かやらかすんですか。何事だ。教皇庁の神殿騎士団だと。イシュガルドの特使殿、たった今イシュガルドの教皇庁より連絡がありました。何でもドラゴン族が再びコートを襲撃したため帰国せよと、急を要すとのことで騎士の方々が迎えに参ったようです。コートか。こちらに情報は回ってきていません。それにあまりに折りが良すぎます。もしや、イシュガルドの兵士も定時派定時の金で動いてるってことですか。なるほどな。総長、お早く。知らせてくれたことに感謝します、ウルダ派の友人よ。この借りはいつか返させていただきましょう。行くぞ、ルキア。イシュガルドは下げたってことです。いやいや、お前そんなことしてる場合じゃねえよ。何の騒ぎだ。まあ、サンクレットはここにいたことによって展開がそうでもねえな。普通に捕まってんの。一人で消そう。デートの申し出かい。あいにくそういう趣味はないんだが。暁のサンクレットだな。貴様には先のガレマール帝国との戦いで帝国軍に内通していた容疑がかけられている。内通だと。何のことだ。まさかアシエに支配されていた時の。こちらで捕らえた帝国兵の尋問から貴様が関わっていたとの証言を得ている。それに何やら怪しげな術を使うとの報告もな。さて一緒に来てもらおうか。俺は抵抗すんのかな。無理やりパーティーに呼んでおいて今度はさっさと出て行けって。ずいぶん勝手なことを言うじゃないか、うん、さてはこの祝賀会自体仕組まれたものか。サンクレット気づきました。テレジアデルジ、これはどういうつもりだ。遠赤に武装兵を送り込み国賓を女王の許可なく退出させるとは、貴様何を考えている。同人団の私兵か。王家主催の祝賀会での愚行、どこへと越権行為だ。さっさと撤収させろ。何を言うか、ラウバーン。不滅隊こそ貴様の私兵ではないか。ナナモ陛下が暗殺され国の存続が危ぶまれる事態ぞ。かような状況から国を守るべきはずの不滅隊の兵力を容易にカルテノーやクルザスに回した貴様の責任はどう取るつもりだ。ましてや腹心に帝国の艦長を飼っていたとは、局長とは名ばかりの愚将ではないか。今何と言った。ナナモ様が暗殺されただと。さよう。
そこにいる暁の決命に組みする冒険者がその首謀者だ。一体どういうことです？貴様らには暗殺計画への関与の疑いがかけられている。なんで英雄がそんなことをするっていう流れになってるのかも意味わかんない。そうそう、うん、強引すぎでしょ。イルベイド、まあイルベイドもこっち側ですからね。第一分、先ほどこの者に七尾女王陛下が毒殺された。犯人の協力者と思われる暁の船員を取り調べる。一度その場を動かないように。そんな、残念ですよ英雄殿、このようなことになるとは。この冒険者が所持していた小瓶から七尾陛下を殺害したものと同じ毒が検出された。小瓶を取りに行かせたところも仕組まれてるのか。さては、はめられたわね。おやおや、はめられたのは我々の方ですよ。まさか我がウルダカの愛すべき女王陛下に取り入り、イシュガルドと和平を結ぼうというこの場で陛下を暗殺したのですからな。言いがかりもいい加減にしなさい。黙れ小娘、貴様ら暁の決命が異能を持つ者を集め囲っていることは分かっているのだぞ。その能力を使い七尾陛下をはじめ各国の名手に取り入ったのであろう。それにアイメリク教徒は特使として接する以上に随分親しくしていたようではないか。さては先の防衛戦、ドラゴン族の侵攻からの防衛を大義名分に裏でイシュガルドと結託して我々の兵力を分散。そこまで考えですね。そうして防衛力を削いだ上でイシュガルドにこの地を侵略するよう仕向けたのではないか。そんな無茶苦茶な。これはひどいっすよ。どこにそんな証拠があるっての。そんな、七尾様が。イルベルト、そこをどけ。七尾様の安否を確認する。落ち着くんだラウバーン。先ほど俺が確認した、七尾陛下は死室にて毒殺された。そこの侍女も確認している。いや、あれ組んだ張本人。そんな、まさか。七尾様、国を守る資格なし。ウルダ派の祭りごとは我々サカツ州共和派が行うしかあるまいな。せいぜい陛下の国葬の段取りでも考えておくがいい。まったく、貴様も陛下も手間をかけさせる。ウルダはどこ行ったんですか。貴様か。
何の話だ。七尾様を暗殺したのは貴様か、テレジアデレジ。よまよいごと。ま、あの小娘のために随分と苦労したのは確かだがな、もともと傀儡の女王だったのだ。ようやく操り糸が外れて肩の荷が下りたと、ゼルシンの御元で正々としているだろう。陛下を、陛下を愚弄するな。もう、ああラーバーン殺すんだ、定常でしょ。うん、一撃っす。ラウバーン、貴様乱心したか。宮廷内で剣を抜き、ましてや同じサカス州の一員を切り捨てるとは。まあ、守れてきたね。まさか貴様も暁と共犯なのではなかろうな。ロロリと、貴様もか。ダメ。ラーマンの腕切られるんですよ。ラーマン局長、お前たち何をしている。いけません、提督。しかもよりによってイルベルドはそれやってますか。らしくないな、こうも簡単に隙を見せちまうとは。暁の者たちを捕らえろ。七尾陛下の暗殺と国家転覆を企む首謀者だ。この国賊も捕らえよ。ひよこ、なんかしろ。捕まってんじゃん。抱き込まれたか。俺たちは泥をすすって生きてきた。アラミゴを見捨て、英雄となったお前と違ってな。お前は変わったよ、ラウバー。守るものなんぞを持つから、生きることに過欲になる。猛牛の角は折れた。角の折れた牛は、あとは肉になるだけだ。だって、名曲。ラウバーン、いいことを教えてやろう。七尾陛下を暗殺した犯人は俺だ。毎回言って、やっぱまああれっすね、クリスタルウェイブが絡んでたってのは確かだった、まあ、あいつがいたもんね、あの外に。ローレンティス。イルベルゾー。
お、やるな。貴様らがナナモ様を暗殺するなどありえないこと。この茶番には裏がある。逃げろ、ここから逃げ延び、世間に己の身の潔白を証明しろ。そしてこの事件の真相を突き止めろ。これができるのは貴様らしかいない。行け。面白いな、この展開。本当に面白いよ。フッティーンの中で一番好きですね。もう組織の裏切りと。無事だったか。サンクレット、あなた一体どこにいたの？デートの誘いが多くてね、断るのに大忙しだったのさ。この戦勝祝賀会が仕組まれたものだと分かり、いろいろ探ってきた。すでにウルダハの主要施設は抑えられている。イシュガルド防衛線の折、同人団の権限を拡大したのがアダになったな。なるほど、はいはい、そういうのもあった。同人団が動きやすくなるように段取りがされていた。一体いつから準備されてたのか。そっか、そっか、そもそもあれっすよね、あの異端者に、なんか異端者関連にもなんか情報を渡してたとか、なんかそんなような話になってましたもんね。いや、その辺もあれなのか。ってことはもう異端者のこれですね。このテレジアデージ関連ってことですよね。まあ、テレジアデージ、だからロロリとなんか、まあ、ロロリとも関係してるそうですね、これ。今回の経過。周到な準備と、舞台の展開の速さ、うん。ラウバーン局長の言っていた通り、何か裏があるわね。同人団はもともと傭兵が多いし、敵に回ったクリスタルブレイブの連中も猛者揃いだよ。パパリも腕が鳴るね。物資を渡してたんですよっけ、いたんしね。いいだ、そんなのんきなこと言ってる場合じゃないぞ。ナナモ陛下だけを狙った計画ではない。もしや私たちも狙われていた。やれやれ、僕たちも嫌われたものだよ。そうなると石の家を抑えたっていうのも本当だろうね。うん。どの道ここから脱出しないと捕まっちまう。まあ、そもそも誰もいなかったけど。ナナモ様の資質の暖炉裏、そこから地下に続く隠し通路があると以前パパシャン所長に聞いたことがある。王宮の周辺は囲まれているからな。そこを使おう。みんなは言って、ここは私がやっちゃるよ。本気か？仕方ないな、付き合ってやるよ。クリスタルブレイブのみんなとは一度戦ってみたかったんだよね。リーダー、パパリモ！もう1点かあります。ここで足止めをしておく。だから隠し通路の確保を急いでくれ。ミフィリア、早く！
ロールリート。事情が出てきましたね。事情関連していると事情あるか、ロルイトがあったことですね。いったー、やりやがったな。ちょっと見えない、なんか大丈夫か、イダ。くそ、キリがないな。平気平気、こんなんじゃやられないよ。パパリモこそ大丈夫？そろそろ限界かな。ドンジンダもいるじゃないけど。いや、これは多いですね。暁はね、みんなの希望、アラミゴの民にとっても希望なんだ。こんなところで終わらせやしないよ。ああ、それにこんな奴らにエオルゼアを任せてはおけない。パパリも付き合わせちゃってごめんね。お前のわがままはいつものことだろう。こうなりゃ最後まで付き合うさ。これ魔法剣みたいな。やっちまえ。このいいところで自爆したっていう流れ。ウルダハの地下にこんな水路があっただなんて。おそらくは有事の際の脱出通路ね。シラディ派の建築様式かしら。ずいぶん昔のものだわ。シラディ派っていう。こっちだ。来てます。クリスタルグレイブと同心だ。あまりに兵の展開が早いな。この水路のことはすでに調べがついていたか。あなたたちは先に行って。ここは私たちが食い止める。ヤシトラ、サンクレット。暁の灯火を消してはいけないわ。この明かりは明日への光なのだから。この場は任せておきな。また後で会おうぜ。二人とも。行って。Thank you.
暁の面々をみんないなくさせる展開ってのですよね。さて、どうするお嬢さん。こんな狭いところであの数。よくて相打ち、下手すりゃ無駄死にだ。誇り高き矢族の御子ってをなめないことね。だったら、壁ごと破壊して一帯を封鎖するまでよ。最後のお相手があなたってのは、ちょっと物足りないけどね。やれやれ、こんな色男を捕まえて欲張りなお嬢さんだ。それじゃ、最後のデートエスコートいたしましょうか。ストラは黒ですね。黒だから黒魔法か。パパリムと一緒ですかね。さすがにこの数が相手では。まだか、ヤストラ。待たせたわね。ごめん、闇トラ。あ、闇トラあれか。さよならだ。召喚か。ミフィリア。召喚のクラスプレイで出てくる。妹なのかな。今ハイデリの声が。おう、まさか。私はなすべき使命のためここに残ります。あなたは先に行きなさい。聞いて、あなたは希望なの。私たち暁にとって、エオルゼアにとって、希望そのものなの。希望の灯火はまだ消えてはいないわ。暁の明かりは希望の灯火である。あなたがいる限り、何度でも何度でも灯すことができる。だから生き延びて、そしていつの日かエオルゼアに救済を。分かっています。こんなところで希望を、この星を救う光の目を澄ませるわけにはいかないわ。アルヒノ生きてた。アルヒノか、あれか。そっか、この時のエラーレルの初見だと思う。無事だったか。他の皆は。くそ、まんまとテレジアデレジに出し抜かれた。まさかクリスタルブレイブごとやられるとは。話は後で。まずはウルダハを離れなければ。
声が渋いっすね。おっと、このキャラチ。ああ、はい、ブレモンドさん。久しぶりだな、英雄殿。急いでるんだろ、乗りな。ブレモンデート。デートと違いがわかんない。これは、リムソロミーサ担当ですか、赤だから。さあ、早く。この色で見分けつけるしかないですね。残ったのはやっぱアルフィノと英雄の2人ですね。でまあこのラルフィル1人登場人物で出てきましたけど、顔隠してますね。多分今の表情を見せれない状態まで来てる感じ。あ、外しましたね。たまたまベスパーベイに仕入れに行っていたところ、ルベユル家のお嬢さんに声をかけられましてね、うん、ウルダハにいる兄が困っていると思うから助けてほしいと。やっぱりこれあれか、はい、リンサルウィンズ担当ですね。はい、お嬢さんっつってのはアリゼのとか。はい、それでチョコボキャリッジでこの辺りを駆け回っていたら、あんた方を発見したって流れさ。さっきの様子追われてたんでしょ。無事でよかったですぜ。まさかお前さんにまで会えるとは思ってなかったかな。目をかけていた妹にまで心配されるとは、まったく情けない。ところで、そちらのお兄さんは？私はピピンという不滅隊の小刀匠だ。ピピン、小刀匠ね。長らくアラミゴ方面で極秘作戦を指揮していたのだが、不滅隊の球児に呼び戻されてね。なるほど、アラミゴにいたのか。それが機体直後にこの事件に遭遇、うん、こちらのアルフィノ殿が聖変で窮地にあると知り救出したのだ。私の目から見ても火があるのは共和派の連中だ。奴らの横暴が目に余るとは聞いていたが、まさかこのような事態になるとは。ピピンさんっていや、不滅隊のラバーン局長の？ああ、ラウバーン・アルディンの養子だ。養子。岐阜のことはウルダ派を出るときに聞いた。私はあなた方を安全な場所まで送った後、すぐにウルダハに戻る。岐阜を助けなければ、うん、ならこのまんまブラックブラッシュに向かいますぜ。ちょうどそこで落ち合う人がいるもんでね。結局私は皆に助けられた。一人では何もできていなかったのか。いや、相当落ち込んでますね。創水。私は。クリスタルブレイドの創水だったんです。うん。完全に裏切られた。
それじゃあ俺おとりと偵察を兼ねて、ちょっくら裏周りを一発じゃ流してくる。頼もしい助っ人呼んであるからここで待っててくるんだ。うん。誰でしょう。気を落とすのは二人さん。戦いはこれからってやつ。記憶は大丈夫そうですね。おい、出してくる。いい仲間を待ちだ。一階の商人が危険を顧みず協力してくれると。ヤンドン、あなたのことは、岐阜、ラウバーンからよく聞いている。会うのを楽しみにしていたよ。このような出会い方になってしまったのは遺憾ではある。いや、いい助っ人っすね。ここで、ピピンさん。ある日殿、あまり気を落とされない。ここで意気消沈するのは敵の思うつぼというもの。必ず再起の機会を訪れる。今は辛抱の時ということだ。キビンのよう待たせた。お、来た。シドか。シドが助っ人だ。シドどうしてここに。お前たちがピンチあって妙な少年のおっさんに呼び出されて、モーダーから文字通り飛んできたってことだ。うん。ほう、それは助かる。このままザナランにとどまるのは危険だから。お安いゴーさん、少し離れた場所にエンタープライズを止めてある。どこへ何でも人問いだ。目的地はどうする。ウダヤクリスタルブレイブの影響率は、影響力はオロイバの場所は理想的ではあるが、さてどうしたものか。クルザスだな。これでクルザスっていう流れですよ、ね。イシガールドが利用する、かの地ならば、国外の軍勢が法廷に振って動くことはできない。まあ、イシガールド編に流れていくっていう流れですよ、ね。了解だ。そうと決まれば善は急ぎ、早速ずらかろうぜ。私が同行するのはここまでだ。一度裏に戻り、状況を確認する。おそらく君たちに対して指名手配がかかっているだろうが、シントやカイト、名手と協力し手を打つつもりだ。その点を安心してくれ。うん。いやー、楽しいっすね。なに、エオリザを救った家たちは気候然と、手配すれば人心が動揺すると見えば、要はあの口を黙らせるくらいはできるぞ。うん。すまない。手数をかける。我が義父、ラーバーンあなた方を信頼していた。故に私も全面的にあなた方を信頼し、力を貸そう。何も陛下の名誉にかけてだ。さあ乗り込んでくれ。急いで離陸するぞ。2.5 は終わりかな。まあ報告まですると思います。キャンプドラゴンキッヒットですかね、これ向かって。ってことはオリシファンか。シドの生産当てれなかったんでしょ。だからボイスがないんですよ。2鉄壁シリーズはシド喋ってないですもんね。行こう、キャンプドラゴンヘッド。オルシュワン教であれば力になってくれるだろう。まあ、そもそも出てきてないっていうのがいいです。クーザー中央コーチ。いやーもう、オールショアに頼るしかないです。行きましょう。しばらく、止めてくれ。暖を、床を温めておいてくれ。
つきました。サギライダーもうついてんの。こんな先回りできてる。あ、まだ続くんだよ。あ、希望の灯し、あ、これが最後ですね。まあ、2.5 のサブタイトル。先ほど本家から連絡があった。コートがドラゴン族の襲撃に遭い、数体のワイバーンが侵入したらしい。ね、喋ります。神殿騎士団が撃退したとの報告は受けてはいるが、イシュガルドは厳戒態勢を敷き、警戒を強めているという。コートへの侵入を許してしまうとは。やはり大神門の魔法障壁を失ったことが大きいか。先に緊急帰国したアイメリク総長は騎士団本部で防衛の指揮を執っておられる。お前をかくまうために協力を仰ぎたいところだが、本国が落ち着くまでは辛抱するしかないだろう。うん、だが案ずるな。お前の味方はここにもいるのだ。しばらくの間ここを隠れ家として使うといい。暁の基準にのっとるならば雪の家、うん、雪の家といったところだな。お前を追う者が現れたとしても、フォルタン家の断りなく家探しはできまい。他国に対して閉ざした門が今はお前を守ってくれる。たとえウルダハからの捜査要請を突きつけられようが、お前の潔白が認められるまでは全て跳ねのけるぞ。お前はかつて我が友の窮地に潔白を信じ戦ってくれた。その曇りなき心を今度は私が守るとしよう。お前もまた大切な友なのだから。さあ、私の話はここまでだ。雪の家で暁の仲間が待っているぞ。暁の仲間が待っているぞ。今日はとても冷え込むな。お前の心で燃えている火を少し分けてやるといい。誰がいいの？あれか、ウリエンジェ。ウリエンジェは、そっか、いなかったんですね。ウリエンジェがいる可能性が高いな。あとはみんなウルダハに行っちゃいましたもんね。うん。ああ、この長いもん、ね。ボイスが入ってると。あ、タタルさんだ。来た。なんで入ってんねん。あ、母さん、有姫様。タタルでよ。そっか、タタルも一緒に来るっていう流れか、これは。あ、う、あ、うわぁ。取り乱しはすみませんでした。いやー、もうタタル、マジウーダーが来なくてよかったっすね。こう、ウーダーが来たら絶対危なかったっすね。ミヒアさんも、賢人の皆さんも全然連絡取れなくて、怖くて怖くて。実はリムサロミスさんで食材を買い込んでいたら、突然クリスタルブレイブの隊員が襲ってきたんで、うわー、そっちでも襲われてたんだ。助かったね。フラミンさんが守ってくれてるんだろうね。どうにか逃げ出したんですが、外れちゃって。その時助けてくれたのが。何やらクリスタルベイブ、あ、遊戯だ、はいはい。クリスタルベイブの連中が慌ただしく動いてたので、警戒していたのだ。うん、遊戯さんですね。あ、顔出してます。あ、ここで顔出すんだ。あ、そういえば素顔は初めてだった。戦闘、戦闘の混乱で、頭巾を失ってしまってな。なるほど。本当に助かりました。遊戯さんに守られながら砂の家に逃れて、ウリエンジェさんと合流。その後、ここで皆さんを待っていたんです。はい。ウリエンジェもいると。
今、スナネギはウリエンジさんが特殊な結界を張って無人であるかのように装っている。ああ、なるほどね。ウリエンジはスナネギにいると。帝国軍の襲撃以降へと苦心して練り上げた対策がこんな時に役立つので思いもよらなかったらしいです。うん。思いもしなかったです。なるほど。そんなこと、対策を練ってたんですね。ただし、石の家はクリスタルブレイブに占領された。うん。手のものにも探らせたより、他の暁関係者の行方は未だに不明で。まあそうですね。前にアシエに攻められてましたから。さて、お二方の無事に再会できた私、私はこの辺り失礼させてもらおう。情報収集の指揮を取らねばならんだな。うん。安全な、ドマの民によって、暁は恩人そのもの。協力は惜しまぬし、掴んだ情報は随時共有させてもらおう。それでは。うん。まあ、じゃあ、これでウルダハ関連の情報は、ユーギーさんが伝えてくれる可能性あります。私のせいだ。とこのある日のですよね。私だけがエオルゼアを真に考えている。そんなおごりがこのような状況を招いたのだ。私の指示で人が動き、私の言葉が各国の祭りごとを左右する。エオルゼアのためにクリスタルブレイブを作り、祖父の残した暁にも我が物かのように接してきた。私はおごり、焦り、大義にとらわれて自分の足元を見ようとはしなかったのだ。私にとってエオルゼアの救済とは一体何だ。万族、万神、ガレマール帝国、あふれかえる難民、アウトロー戦区、ドラゴン族との千年戦争、そして闇の使徒アシン。守護者になると理想を掲げ、自らの手を汚しもせずに、私だけがこの地の混沌を解決できると意気がっていた。そうか、己の欲望を満たすための道具だったのか。むごいざまだな。全てを失ってから気づくなんて。アルフィノ様、それでアルフィノ殿、あなたはこのまま折れた剣になるおつもりか。自身にはもう何も残っていないと。いいや、あなたにはまだ仲間がいるではないか。共に歩むことができるとびきりいい仲間が。だが私は、それにこの地ではもう。ありがとう、タタル。ありがとう、オルシュファン殿。
ありがとう。エオルゼアの真なる守護者よ。そうだな。一歩ずつ進もう。今度は仲間と、みんなで。ああ、よかったな、とりあえず。暁の明かりは消さないさ。私たちの思いを無にしてはならないのだから。完全にまあ立ち直ったわけではないと思うんですけど、とりあえず。これであれか、エンドロールか。あ、エンドロールっす。ああ、いや、2.5 終わりましたね。はい、お送りしましょうか。ここか。いやー、このシーン面白いですね。重いっすよね。まあ、ゴティはね、いくつか、拡張パッチ、ちょこちょこありますね、重いのが。重いのがあって。まあ、まず一番最初の重いのはやっぱここですよね。ここから始まってますね。ここは結構、かなり特殊ですね。裏切り系とか、まあ、人が、まあ、暁とかも死んでいくっていう流れになってますし、七尾さんも毒殺されてますし。もうどうなったかっていうのはこの時点でわからないですもんね。まあでも石柄のスタートはまあアルヒノと、オルシュバン、タタルかっていうのか。そうですね。で、冒険者の4人ですかね。まあ別にいるのはウリエンジガスなのにいて、まあアリゼはまたどっかにいるんです。アリゼに関してはあれですね、バハムとやらないと、ちょっとね、話がね、わかりづらいっていうのがある。どっかでやりたいですけど。まあ16が終わってちょっと落ち着いたぐらいからちょっと、かじるのはありかもしれないですね。まあ、あと、ピピンがいて、ラウバーン。まあ、ラウバーンどうなったかちょっと気になるところであるんですけど。普通に死んではいないと思う。ラグエージはまあ、ババン殺したからもう、ドロイトがいて、ドロイトの剣もあれですね。ね、石柄が出てくると、5点で死ぬ。まあ、ムーンブイナは死んじゃいましたね。で、まあ、否定がわかんなくなっちゃったのはサンクレットと、パパイモと、イダと、石柄でね、キリンはその辺をまとめてくれてると思うんで、まあその辺は楽しみにしていきます。展開ですよ。祝賀会のイベントで初めてこういう展開。まあ、ミュエットが死んでたって思いますけど。ふふ。バーの腕もいられましたし。あ
アーノさんの件です。あとそっか、ミーティアなんかあれっすね、ハイディハンディハイディをなんかターンチしてどっかで見ました。これもちょっとよくわかんないですね、なんでこのタイミングで。ワクチン行ってきました。本業に行ってきたってのはちょっと遅くなってきました。本当は昼間にやりたかった。日課のあれですね、レベルとかなんかいろいろルーレ回しをしてたら遅くなっちゃって無理でした。あとちょっと石ガラドかじんで、石ガラドのあれですね、ホテル石ガラドのオープニングを見て終わりましょうか。次回から本格的に、シガールド編に入っていきたいと思います。まあ明日ですね。明日やると思いますね。明日の昼間にやると。YouTube の方はまあ随時上げていきます。YouTube も、あと6ぐらいまで上げてるんで、まあまあすぐ追いつくって。来週には追いつくと思います。とりあえずはまあ 3.0 終わるとこまでは間に合わなかったですけど、スティン出るまで、スティン出たらもうそっちに入っちゃう。とりあえずそこに向こうまで行けるかも。まあ、ひよこさんはまあ、メインのやつなんで、スティンに乗っていくっていう流れだったんで、金曜日は、毎週金曜日は、おそらく、こちら開発していると思います。今やってるのはサブのメインで、サブのメインと、あとですね、パンデモニウムの、まあ、装備の集めですね。ちょっと7週間やらないと気が手に入らないんで、そこまではやると思いますね。結構やるかもしれないですね。銅が全然取れてない。いやー、銅取りたいんですけどね。全然乗っかってないんで。14プレイしてない方はまあプレイして、まずメインクエストをやっていただいて、おそらくその時インクエスト、いろんな、まあ、どこあるかわかんないですけど、永遠とあるインクエストをひたすらチャレンジして、まあソロでできるのもあるんで、そういうのを楽しんでいただくのがいいのかもしれないです。結構あります。なんで、ソロでできそうなやつはちょっと、そっち公開していってもいいかもしれないです。楽しいですね。
カンパニーとか入ってる方は多分そういうやってる人だと思うけど、そうでやってる人は比べてもまあ見つけるの大変ですね。とりあえずやってみてできるかどうかを多分確認してみたいな感じになるのかな今となって。これはもうスペシャルサンクスですかね。違う別の会社の人たちの協力です。協力です。ロジクールじゃん。マスコミだ。コラボ系ですか。ノールファイナルファンタジー4プレイヤーズ。クレジット2015年3月。2015年、8年前。直木雄志だ。プロデュースバイスクエアエニックス GOLT エピソードなんか流れそうですね。またロロリトですね。ロロリトとジジョの話ですか。すべてロロリト様の申し付けのままに。なんでチーなんですね。下打ちしたの。想定通りではなかったってことですかね。で、この親にいるのは誰だ？ラウバーンですね。そっか、国賊を捕らえよとか言って。アッシエンドです。ラファブレアとイリリビスですね。ナプリアレースが消されたことは随分前の話してます。そう。やつめ、不活の真似を。むやみやアーダーを急ぐからこうなる。しかし、人も面倒なご細工、思いついたものが、不滅なるものを滅するなどと。人たるものの進化が急がれる。無論、理解している。すでにその準備を整いつつあると。次なる混沌は、国宝の地下、石がある。まあ、あれですね、教皇のところにアーシアンいました。彼の血は長き戦乱に嘆いている。故に混沌の領土としては最適だろう。そして人と神との関係は新たな段階へと移る。お得意の三本よりは、ゾテアク様の夢を忘れないこと。無論だと。もちろんだ。お？ウリエンジェ、来た。ウリエンジェ、アシエンガと繋がっていると。まさか闇の人からの招待を受けようとは、あなたの要件を変えました。あ、招待を受けた。せっかく結界張ったのに。星の運命について。アシエンの目的をこの時点でウリエンジは知るっていう流れなんですか。俺は石があると。ついに来たっていう流れです。その先は
イシュガルド、我が一族の怨念が渦巻く不浄の大地、やはり忌むべきは人の差が、そうは思わぬか、ハイデリンの使徒よ。みんながみんなそうではないんでっていう感じなんでしょうね。希望の灯火タレットの願いを託され、英雄は北へ向かう。再び赤すきの火を灯した。どこだろう、あれっすか、ドラゴンヘッドで終わるんですかね。あ、応接室で終わりました、チャプターダイナー聖域ストーリー2をコンプリートしたため、強くてニューゲームを終了します。オープニングメールの最後で見るんで、まあまあ始めちゃいます。いけるかな。次はね、蒼天の石ガールド1ですね。ついに来ました。行きましょう。坂氏ロリトの策略により、謀略により、暁の決面の輝きが失われた。そして、落ちた英雄は、七位のアルヒノと共に、北方のティクルザスへ向かう。しかし、彼の地に治める宗教都市、イシュガルドや、千年の長きにかかる、ドラゴン族と、なんか、粒子戦争が続いていた。粒子戦争。この辺がメインですかね。よし、そう。ロジッシュファンに話すところから開始。いけないです。イシュガルドへ、ね。違うんだ。中が、応接班の中で実施しろってことか。うん、おい。ある日乗ったと思います。どうせここでやろうと言うとあれですね。距離離れよってなるんで、あれですね。石があるね。さあ、想定の石があるが始まりました。ここからも完全に 3.0 ですね。暁に再び明かりを灯す。そのためにも最初の一歩を踏み出さねばならないが、あらぬ疑いをかけられたままではできることも少ない。イシュガルドの地で再起をというタタルの言葉にも一理あるとは思う。君とタタルだけでも彼の地に赴き、私はウルダハに戻って。何もできねえんだ。焦りは禁物ですぞ、アルフィノ殿。オルシュファン殿。ウルダハの動乱の真意を解明し、身の潔白を明らかにしたいのは理解できます。しかしこのような苦境にあればこそ焦りは禁物というもの。それにあなたには頼もしい仲間がおられるでしょう。私ですよっていう顔で見てみて。そうでしたね。私はもう一人ではないんだ。朗報を持ってきましたぞ。我がフォルタン家当主エドモンド・フォルタン伯爵がお三方の後見人となることを申し出てくださりましてな。これによりお三方はイシュガルド四大名家の一つ、フォルタン家の庇護下に置かれた正式な客人としてコートに入ることが可能となりました。まずは本家の屋敷を拠点に情報を集めながら今後の方針を固めるといいでしょう。反撃の狼煙を上げるのはそれからでも遅くはありません。
わかりました。ではご好意に甘えさせていただきます。感謝いたします、オルシュファン殿。当主はアイメリク総長と同様に話のわかるお方だ。きっとお前にもいい対応をしてくださるだろう。後ほど会おうぞ、友よ。行こう。千年の戦を続ける聖教の都、コート・イシュガルドへ。暁の思いを無にしないために、私たちの戦いをもう一度始めるために。はい、デッスン。はい、デッスン。アトラソンのセリフが少ないな。いや、アルヒノを慰めた時のセリフは本当に良かったです。泣きそうになりました。うん、一足先に出立させるのは安心するがいいなんて、そのいいはいいじゃねえだろ。ホルダー家の屋敷まで来てくれるか。了解。うん、行きましょう。大神門。BGM ガラッと変えます。その者はわずかな友を伴いやってきた。血で汚された祝賀会を出したかつての英雄は、あらぬ汚名を着せられ今や追われる身である。それでもなお再起を信じ、失われた仲間と希望を探し求め、彼らは歩み続けていた。訪れたのは北方の地クルザスを領する山の都イシュガルド。国境イシュガルド聖教の長たる教皇が王権を有し、先人ハルオーネを主神とする宗教都市国家である。四大名家率いる貴族たちが剣と槍を掲げ、旧敵ドラゴン族から都市を守り戦い続ける。粒子戦争とも呼ばれる千年もの果てなき戦いを。固く閉ざされた大神門の扉を開き、歴史あるコートに足を踏み入れた光の戦士たち。彼ら異邦の者たちの到来が
千年の歴史を揺るがす変革の始まりとなることを。この時知る者はいなかった。エドモンド・ホルター伯爵の回答、想定の石があった。声はホルターです。天秤座です。評判いいですね、前広さんのシナリオ。評判いいんで、楽しめると思います。ダークファンタジーですね。ダークファンタジーとして楽しめると思います。ボタン家の屋敷へ行きますと。あ、ウォルシュアーもいるのか。オッケーオッケー。このランタンとか、兵士か。これ兵士でした。兵士です。強くてニューゲームすぐ向かいますけど。この辺じっくり旅したい方は、あれです。14をプレイしましょう。この辺まだ無料でプレイできる。知られてないと思うんですよ。無料でプレイできるって。すごいことだと思うんですよ。だってパート9まで行ってますからね。本当にゲーム1本分のボリュームはあります。しかも、あれですね、まっすぐシナリオだけを進んでてゴールで行けてるんです。実際読みしたらもっとかかります。さあ、参られます。オロシファン、ただいま、暁の皆様をお連れいたしました。おお、到着したか。やった。よくぞおいでになった、暁の方々よ。あれですね、ナレーションの一つ。我が名は、エドモンド・フォルタン。お初にお目にかかる。歴史あるフォルタン家の家名を継ぐ者として一同皆様の来訪を心より歓迎しますぞ。お会いできて光栄です、閣下。この度のお招き誠にありがとうございます。礼をせねばならぬのはこちらの方というもの。イシュガルドの民を代表し感謝の意を示させてもらいたい。しかし、戸様の、しかも、汚名を着せられた我々を客として迎え入れることに問題はないのでしょうか。アルフィノ殿は心配性でいらっしゃる。確かに我らが皇都イシュガルドはドラゴン族との戦いに専念すべく門戸を閉ざしてきた。だが私はこうした難局にあればこそ国外の勢力と手を取り合うべきだと考えている。無論教皇庁の内部や他の四大名家の中には貴殿らの訪問に眉を潜める者もおりましょう。なればこそエオルゼアの救済のために活動する貴殿らの行動によって誤解を解いてもらいたいのです。伯爵閣下のお言葉を聞き安心しました。仲間がチリチリになった今、できることは限られましょうが、閣下の思いに応えられるよう努めさせていただきます。
それはありがたい。そうですな。まずはコートの暮らしに慣れるためにも都市内を見回ってきてはいかがかな。うん、イシュガルドで何をなすべきかを考えるのはその後でもよろしかろう。なるほど、軽くイシュガルド回れそうっすか。ちょうど良さそうですね。ではホルタン伯爵のご提案通り、イシュガルド都市内を見て回ることにしよう。ご好意で間割り、回りさせていただいていると、自分たちでできることは自分たちの手でしておきたい。そのために町の施設を知っておくことは大切だからね。はいです。お買い物をするためのマーケットに交通手段の確認、それに情報が集まる場所も知りたいです。これタタルさん強そうですね。そうだね。一通り巡ってみようか。それでは伯爵閣下、我々、町の見学に出ようと思います。うん、それがよろしかろう。あんねやっとし我が家の、執事を同行させる。わからんことがあれば尋ねるといい。おっと、危ない危ない。お三方にあれを手渡しておかない。例のものは用意できているな。暁の方々にお渡ししなさい。あ。それは綺麗な我らホルタン家に招かれた正式な客人であることを証明する証書だ。うん、ここイシュガルド長らく国外に対して門徒を閉ざしてきた。それゆえコートの民の多くは異邦人との接し方に慣れてはおらぬ。無礼な態度を取らせることもあると思うが、その証書を抱えてみせれば話も通じる。お守り代わりだと思ってどうか、持っておいてもらいたい。なるほどね。あ、これは助かりますね。うん、ご配慮に感謝しますか。か、ホルタン家の家名に泥を塗るようなことがないよう、我々の振る舞いに十分に配慮させていただきます。ある日のもう坊ちゃんだから、この辺はなんかうまくいきそうです。では、カーズ、再び、出発するとしよう。はいです。ルベユール家の坊ちゃんです。イシュガルドゾーンス。グランドホプロンにご案内しましょう。マーケットとエーテライトプラザをご案内しましょう。まずあっちと。イシガルド。ここがイシガルド教皇庁です。ここがグランドオープロン。イシガルドの守護神である先進ハルオーネが持つ、聖堂の大盾に、依頼したコート最大の広場でございます。そしてあのひときわ高い壮麗な建物がコートを導くイシュガルド教皇庁です。国境、イシュガルド正教の最高指導者にして、国家、元首たる
教皇陛下はお住まいの、宮殿でもあります。では南西イスラム騎士道は、かの名だけ、建国十二騎士道なんです。これか、十二大夫ってやつ。で、その通りです。建国の騎士、ゴータン氏を、トールダントに、邪竜ニーズヘッドの戦い、それを引き続けた十二騎士の像です。この辺りも他にも壮麗な宗教建築が多いですから、時間がある時にも見て回れると良いでしょう。周りと全然雰囲気違います。でそれでは次は王宮通りにご案内します。市場を取りまとめる顔役エリーズ女子に挨拶しておきましょう。オッケー。いやー楽しいですね。相当久々なんで別に。のキャラと、あ、メインキャラと、あと1個サブキャラです。たまにやって1個サブキャラ。ちょっとあげるか。まあ、メインキャラやったのそこだけ。で、強くてニューゲーム。3回目ですね、プレイ自体。たぶん、全然覚えてないです。2015年とかそういう流れでした。2.5 は終わったのが2015年。あら、見かけの顔ですが、被告の証人には見えませんけど。これは四大名家の少将。なるほど、フォルタン家の逆人でしたもん。ホルタン伯爵のご好意でしばらくコートに滞在することになったものです。滞在中に入り物になるものも多かろうと思い、小通りの顔役であるあなたを紹介していただいております。まずはご挨拶に伺いました。それはご丁寧に。私の商人は商売してこその存在。異国の方であろうと喜んでおっとりと引きさせていただきます。異国経過の、幼稚に例えられる、この、そう長い通りには、ブーから食材まで様々な品を売る店がひしめいています。お探しのものがございましたら、ぜひお立ち寄りくださいな。それでは次はエイテライトプラザへ向かいましょう。ここへ西側に抜けた、仮装にございますので、後に続いてくださいませ。まっすぐ行けば行けます。頑張って昼間からやるんで、見る方はまあよろしくお願いします。今日よりは頑張ると思う。ちょっとこっち行きましょうか。リーグがあるんですね。初見で来た人はエーテライト解放を忘れずにですね。さて次はどちらにご案内いたしましょうか。七井殿、この辺りには他にはどのような場所があるのでしょう。そうですね。西には対流兵器の開発を担う、スカイスチール機工房や軍用チョコの訓練を行う、盛大注射が、
北東には神殿騎士団本部がございます。ですが南東の方にはあまり近づかない方がよろしいでしょう。南東は何かあるっぽいですね。近づかない方がいいとはどういうことですね。なと申しましょうか。あまり治安がよろしくない地区があるのです。真のよろしい、貴族の坊ちゃんは運河街に近づきたくもないってのか。こんな話の誰かの前してましたよね。あれかな、ロアヌですかね。ロアヌエリエンですね。密偵の一つね。あれがここ出身っていう流れでした。どこの誰かは知らないが、わしは貴族ではないぞ。初めてコートに来たところで案内をしてもらっていただけだ。うん、どっちしろ世間知らずってことに変わりはねえじゃねえか。本当のコートの姿を知りたいっていうのは、ウーム街の酒場、忘れられた騎士邸に行くことだ。もっともその度胸があればどうな。アルヒノ様、あのような酔っ払いの総民が申し事なんと、気の留めてはなりませんが、かの酒場には物騒な一面もあるのですか。いえ、失礼とも。私は忘れられた騎士邸とやらに行ってみようと思います。ただ、お連れるだけならさほどの危険もないでしょう。カーズも一緒に来てくれないか。酒場といえば情報が集まる場所と相場は決まってるからね。すぐに有益な情報が得られるとは思わないが、情報の窓口は一つも大いに越したことはない。どんな場所かくらいは見ておこう。そうとなればみんなで行くです。あたる気をつけない。あたる。お前が一番危ねえから。英雄殿の前を歩いた。英雄殿の後ろはダメだから。じゃあ。忘れられた、あると。そこでモブハンのやつ入れます。エントリーを。あれですね。ハブクエがなんか発生すると思うんですよ。プラス。これは珍しいこともあるもんだ。新川さんご一行の来店とは、ね。あなたはこの酒場のマスターかい。私たちはつい先ほどコートに着いたばかりで、ね、こちらの店の噂を聞いて立ち寄らせてもらったんです。おお、この店を仕切ってるジブリオンと思うんだ。こんな小汚い、酒場でもいいっていうのは一杯引っ掛けて行ってくれよ。ありがたい。ところでこの店は随分と変わっているね。1階と2階で様子も違えば客層も違うようだ。ああ、確かに変わっているかもな。上の階はもっぱら任務分けの騎兵たちが商売上げている。階段に下の方は、運河街の連中のたまり場さ。金のない下層民のために、質より量の安揚げと料理を出しているが、一見さんの向けの場所じゃないから注意してくんだ。運河街とは？ああ、天候次第じゃ、運河街の雲に飲み込まれてしまう。石柄の再活。だから運河街って呼ばれている。下層民の、居住区って言えば大体わかると思う。なるほど。だから、あの男。先日のドラゴン族侵攻の時も、神殿騎士や貴族の士兵たちは情報を守ろうと必死してる。ウーム街の防備は後回しになって大きな被害が出た。仮想民の中でそれを不満と思っている連中も多い。兄さんたちもむやみに近づかない方がいいって思う。ご忠告ありがとう。よくわかったよ。さあ、アリエノ様、もう十分でございました。そろそろポルタン家の屋敷に。私はもう少しこの坂をとどめまいます。皆さんは先に戻ってくださいです。大丈夫かよ、私。とんでもない。このような場所でレディ一人置い、残しておくなんて。何か考えがありそうだね、ただ。はいです。ざざっと店内見たのですが、この坂場には商人さんや荷運び人たちも出入りしているようなのです。そういった方と仲良くなれば、いろいろと外の情報も入ってくると思うんです。いや、賢いなぁ。うん、なるほどね。とはいえ、一人で大丈夫なのかい？砂の家と石の家で幾千の不審者たちを門前払いにしてきた、暁の受付の実力を見せるときです。心配はご無用なのです。安心しな。詳しい事情は知らんが、客に手出しはさせねえよ。目を光らせてから気を済むまでゆっくりしていいな。ということはそうだ。我々一足先にホルタン家の屋敷に戻るしよう。ただ何かあったらリンクパワーで知らせて。了解です。まあ、スタッフさん結構いるっぽいんで大丈夫そうですよね。ここから出なきゃ。
こからでなければ多分大丈夫。ホルタンアクシック、来る機会がなさすぎて忘れちゃいますね。このこれは弟の兄貴、さらに見ていきますね。使用人っつってたいかがだったかな、コート石があるの、ね、噂以上の壮麗な都でした。千年の歴史を重みを感じると同時に、仮想の被害を見て、ドラゴン族の脅威をまた肌で感じました。でも先日のドラゴン族の侵攻は我ら石ガールの貴族にとっても、衝撃的だった。民衆の多くに犠牲が出たことは痛恨の極みと言える。故に現在、アイメイク王の指揮のもと、各名家が連携してドラゴン族対策を進めているところだ。とはいえ、人手不足が深刻で、頭が痛いところで。我々に何か手伝いできることはありませんか？助けていただいたご恩を少しでも返したいのです。アルフィノ殿、ギャランド殿。客人に働かせるような真似はしたくないが、石ガールドは勝ってない。直面していることも事実。ここは一つ助力を頼んでも良いだろう。もちろんです、閣下。アルフィノ殿には地位をお借りしたい。ギリアは各国の事情に詳しく、独自のパイプを持つと聞く。各種物資の調達先を確保するため、仲介役を頼みたい。ギャンドには力をお借りしたい。我が長男アルトア・レールと、次男のエマネロ。この二人が抱えている任務に助力してもらいたい。何ですと？父へ差し出悲しいことを申し上げます。我が任務は私一人の力で十分に果たせます。わざわざ客人の手を煩わすと。頭固そうっす。おいおい、兄貴、勝手に助っ人を断らないでくれよ。噂の英雄が助けてくれなんてうまい話じゃねえか。弟は相変わらず。二人ともイヤンドに失礼だろう。それに助力を頼むお前たち二人に楽をさせるためではないのだ。帝国の将ガイウス・バン・バイサトロシリーズコツだね。数の、万神を倒してきた英雄を間近に見て、おのおのが武人としての姿勢を学ぶがいい。厳しいですね、ごめんなさい。息子たちの無礼を許してほしい。改めて二人に手を貸してもらいたいのは受けてはもらえるだろう。助かるぞ。どうか、グソクたちの手本となって、手本となってやってほしい。ガッツポーズしてるし。いやー、チャラいな。あの、斜め向きのあのグッドはチャラいっす。ああ、あれが、あれですね。エレゼンのガッツポーズですね。これで2つに分かれる感じですよね。そうなんだ。よくあるんですよ。インでよくある二つに分かれるんですよ、最初。まあまあね、そんな感じで、ここは次回にしましょうか。どっちからやろうかな。エランからやろうかな。だったらもう受注しちゃってもいいですか。エマネランからやりますか。雲上の騎兵だ。噂の英雄がしばらく俺の相棒ってわけか。悪くないね。問題解決の糸口になりそう。おっと、自己紹介はまだだったな。俺の名はエマネラン・フォルタン家の次男だ。
自慢じゃないが、うちは石ガラドの指折りの大貴族。そのカーストとの、財産は将来的に兄貴が受け継がれる。そう、問題っていうのは俺が次男だってことさ。次男である俺さんは、功績を立てないと独立できない。これが石ガラド貴族社会の習わしってやつね。だから、コールさえ兄貴の居候になるなんてまっぴらごめんだ。そこで相棒の出会わんってわけ。英雄の力ってやつは俺の手柄を立つさせてくれ。なあに悪いようにしないか。お前は何もしねえの俺が与えた任務はアバラシア軍会に出張っているアイエンハルト家の支援だ。最近落ち目の家だけど、まあうちとは古い付き合いだね。それに雲海の部隊を指揮してるの。まあ会ってみてのお楽しみだ。じゃあ早速雲海のキャンプトラウトップに行こうぜ。シュガードランディングの搭乗窓口に声をかければひとっ飛び上がる。ああ、そっか。ジグビドンなんだ。じゃあ軽く見て終わるか。飛ぶところまでやりますか。じゃあそしたら次回はアバラシア文化やればいいです。ランディングワールド使います。エマネアンの使用人がおるな。これやっぱ自動的に移動になるんだ。はい、こっからです。実はこのナレーション入るのかしら。帝国出身の天才気功師シドがもたらした飛空艇技術は人々を空へと誘った。仰ぎ見ることすら難しかった雲海の浮島にさえ、今やイシュガルドの騎兵たちが降り立ち活動している。天よりドラゴン族の動きを見張るための監視所がアバラシア雲海に気づかれつつあったのである。しますか。うん、こっからにしますよ。エーティライトで撮れますか。うん、というわけで最後にオープニングムービーを見て終わりますね。というわけでいきましょうか。バッテリー一回強くて入れて中断して、これセーブができる。で、この時点でログアウトして、で、ビータイトルバージョンのゲームズワードで、Thank you.
いやー、いいっすね。久々に見たけどよかった。かっこいいっすね。まあ、七尾さんの出来事からちゃんと見せてくれるのいいっすね。タイトルがまた変わりました。じゃあ次回はこれでいきましょう。はい。というわけで、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。